します。はい。それでグローブと足をグローブの方の腕と足をこう振り出しながら、つまり前方向に勢いをつけながら右足一本で蹴るわけですね。ですので私の投げ方は右足一本で体重移動をすると、こう入っていくんですね、こう蹴っていくんですね、こう蹴っていく、そういう入り方なんですね。ちょっと見てください。となります。でポイントの一つ目はこの膝の高さが高い位置にあると上向いて体重がいくのでジャンプしてしまうんですね。ある程度膝の高さが低くなると引きずっていくんですね。で私の場合にはコントロールを大事にしたいので飛びません。高く飛ばない。なるべく低い位置でこの地面に平行移動する形で頭の上下動とか腰とか肩の上下動をなくして平行移動することによって、まあ、コントロールを保とうとするわけです。おとなしそうなフォームなんですけれども、その途中で、テイクバック投法の利点である腕振りを加速させることによってスピードとキレを生み出そうとしているのが僕の投げ方です。ですので飛んだり跳ねたり派手なこの筋力発揮は僕の場合にはあまりないということになりますね。で腕を回転させることによって加速させていくという投げ方ですね。その一点をしっかり切ることによってボールにスピンをかけて変化とキレを生み出すと、そういうのが私のそのテイクバック投法ということになります。ちょっと見てください。ゆっくり入って途中から加速するんですね。ゆっくり入ってここから速くするんですね。そういうリズム感を持ちます。ここでいくら速くてもここで遅かったらボール失速しますので、ゆっくり入ってここから速くですね、そういうイメージですね。体全体の使い方もそういう使い方をします。ゆっくり入って速くで、腰の高さもある程度ライズの時には低く、ドロップの時には高く入るようにこの膝で調整します。少し低く入るよ、少し高く入るよという入り方を調整します。ちょっとライズボールで投げてみます。もう一回投げてみます。ライズボール、次ドロップ、というふうに腰の高さもこの膝によってこう調整をするということは可能になってきます。はい、まあこんな感じでテイクバック後ろに取って、で振り上げて一休みしておいて加速するというリズムで投げるわけです。であと体重の移動と上下動、これをうまく使うということですね。